俳優の三田村邦彦さん。大ヒット時代劇の一冊シリーズで一躍大ブレイク。その華麗なる身のこなしと、憂いを帯びた陰りのある表情で、世の女性ファンのハートを、釘付けにしてきましたが、ある頃からお姿を拝見しなくなりました。あれだけの人気がありながら、一体何があったのか、気になったので調べてみることに。三田村邦彦さん、1953年生まれの67歳、新潟県新発田市のご出身で、実家は新潟県で15代続く地主の家柄、家風はかなり封建的な上に、医者になることを望まれていたのだとか。しかし、物心ついた頃には、将来の夢は俳優だったという。三田村邦彦さん、早くから東京で俳優を目指すため、綿密なシナリオを考えていたのだとか。大学受験では、わざと白紙答案を出して不合格になり、親には東京の予備校へ行くと偽って、まずは上京というミッションをクリア。当然のことながら、予備校には全く通わず、父親からは勘当を言い渡され、家賃5000円の3畳一間に住んで、とび職などのアルバイトをしながら、劇団聖杯で7年間の下積みを送った。演劇青年だったと言いますが、1979年チャンスが巡ってきます。あの、ガイアの夜明けでも有名な、村上龍さんの芥川賞作原作の、映画、限りなく、透明に近いブルーで、主役で声がかかったにもかかわらず、なんと、その話を断ります。そのとんでもない理由がこれ。台本を読んでつまらなかったので、なんと4ページしか読まず、台本を捨ててしまったのだとか。衝撃的ですよね。しかし、それにも理由があって、もともと、三田村さんは劇団で、好きな芝居をやれるだけでよくて、役者で有名になりたいのでもなく、純粋に芝居が好きだから、断ったというのですが、無名の劇団員にそんなこと言われて、黙っちゃいられない村上龍さん。直接会って断った理由を聞いて、俺とお前は真逆だよな、と三田村さんに言っただけで、驚くべき行動に出たのです。なんと、三田村さんのために、台本すべてを書き直したのだと言います。そこまでしながら、現場でも二人は対立し、興行的には大惨敗を喫します。三田村さんにとって、忘れられないデビューだったでしょう。同年、あの伝説のドラマの、オファーを受けている三田村さん。故藤田誠さん主演のドラマ、一冊、仕事人。実は、ここでも問題が起きます。人を殺める役が嫌で、出演を渋った三田村さん。しかし、ここで演じた飾り職人秀の、どこか、憂いを帯びた男の色気で、一躍、大ブレイク。しかも、当初は、新一冊仕事人の最終回で、壮絶な最後を遂げて降板するはずだった。三田村さんですが、視聴者から除名嘆願が殺到して、シリーズ、続投が決定してしまい、おかげで1982年から出演していた伝説の刑事ドラマ「太陽にほえろ」でのジプシー刑事役は殉職すら演じられず短命に終わっています。すでにとんでもない人気俳優となっていた三田村邦彦さん、劇場版必殺シリーズも含めると17年間もヒデとして活躍していますが、北の蛍、ダブルの悲劇などの映画、大河ドラマや渡る世間は鬼ばかり、などの俳優としてだけでなく、歌手としても100曲以上を、リリースするほど活躍していました。しかし、現在、確認できるのは、関西ローカルの旅番組、大人旅、歩き旅に、レギュラー出演中だということのみ、なんと2009年からの長寿番組で、お酒好きの三田村さんらしく、時には飲みすぎたりもして、地元を大切にする飾り気のない姿に、関西エリアのマダムたちは、
遠慮なしに突っ込みながらも、ぞっこんなんだとか。そんな魅力的な三田村さんなのに、なぜこんな状態なのかというと、不思議に思ってさらに調べてみると、実は三田村邦彦さんは、2010年に再婚されていて、なんと26歳の年の差婚で、元京都のテレビ番組スタッフで、5年間の交際と1年の同棲を得ての再婚ということです。2015年には女の子を授かっていますが、この子育てが露出源の原因ではないかということです。しかし、ここに至るまでが、まさに三田村劇場だったのです。というのも、前妻のお相手はというと、デビュー作限りなくで共演した女優の中山麻里さん。中山さんといえば、60年代大ヒットしたスポコンドラマ、サインは V の主人公のライバル役、椿麻里の役でテレビデビューして、そのイギリス系クォーターの素晴らしい美貌とクールな表情で、世のお父さんたちをテレビに釘付けし、一躍ブレイクしたにもかかわらず、6歳も年下の三田村さんと、1980年に結婚、同時に、あっさり芸能界も引退されました。その後、3人の息子たちに恵まれた三田村邦彦さんですが、1999年破局を迎えます。その原因とは不倫。1996年、三田村さんと22歳年下の美人女優高橋香織さんとの不倫が発覚。中山さんは2人を尾行した末に、密会中の2人の電話まで盗聴し追及。高橋さんに2000万円の損害賠償を請求し、泥沼裁判となっています。しかも発覚時には、事務所社長である中山さんのセッティングで、不倫釈明会見が開かれたのはいいのですが、これがお給になるどころか、火に油。石田純一さんをもしのぐほどの、名台詞でバッシングを浴びることに。皆さんが聞きたいのは、エッチしたかどうかでしょう。香織ちゃんには常々、床の間に飾っておきたい、と言っているくらいで、何もしていません。決定的すぎるこの失言で相手事務所と、社長である中山さんを激怒させた。三田村邦彦さん、自宅を追い出された上に、キャンピングカーで過ごしたそうですから、中山さんのお箱だった。稲妻落としアタックは、半端なかったのですね。結局、三田村さんと高橋さんは破局。高橋香織さんは、45歳の今も、未婚だそうです。もったいないですね。離婚での争点は、3人の息子のこと。親権は分割されましたが、3人とも、事実上、中山さんのもとに、長男で俳優だった三田村俊さん、一般人の次男、三男で俳優の中山麻生さん。長男は俳優を引退して、今では、パン職人の修行中と言われ、芸能界には三男だけが残っていますが、2012年映画あの空の青で、父親の三田村邦彦さんと共演し、プライベートでも再婚した時には、息子たちは祝福の電話をしたそうです。今度は26歳年下の妹との3人揃っての共演があればいいですね。しかし、一冊も主役の中村モンド役の藤田誠さんが旅立たれ、一旦終わりを迎えましたが、現在も年齢よりも若く見える三田村邦彦さん。次のシリーズが開始されて、秀の元気な姿を見たいですね。